後で来ようと思ってたんですけど、もう寄って帰ります。あった、タイチョンベーカリーエクタルトのお店です。暑すぎる、着替えたい。あら、迷子になったかも。どこ、ここ。
今から老舗のエビワンタンの店に行きます。相席になった方がすっごくいい人でした。なんかね、チャイニーズブロッコリーの炒め物と、あとマッシュルームのワンタンをご馳走になって、でさらに私英語が本当できないんですけど、分かるようにゆっくりたくさんお話ししてくれて、すっごく素敵な人でした。旅行してるとさ、普段日本では絶対に出会えないような人と出会えてお話ができて、だから旅行って面白いんですよね。本当は今からフェリーに乗ってチムサーチョイまで行こうかなって思ってたんですけれども、もう心がポカポカですごい気分がよくって、香港島をずっとうろうろしています。
Thank you.